かしいな。憲法9条があって、話し合えば平和が訪れるんじゃなかったっけ？がネットで話題。内容はこちら。憲法9条への疑問の声が話題のようです。では、内容を見てみましょう。三枝源太郎。おかしいな。憲法9条があって、話し合えば平和が訪れるんじゃなかったっけ？北朝鮮も中国も、一向にミサイルを撃つの、やめてくれませんね。橋本琴恵。憲法9条があるのに、中国軍の弾道ミサイル5発が日本の EEZ 内に落下しました。親中派が呼び寄せたのです。戦争を。反核派が呼び寄せたのです。軍下の足音を。責任を感じることはないのですか？球場信者の皆さん、聞こえてますか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。おかしいな。球場があれば、相手は戦争仕掛けてこないんやろ。球場バリアはどうして機能しなかったんだ？おかしいですね。球場があれば、どこも手を出さないはずなんですが、ぼ。さすがに今回の件で、球場信者も、憲法9条が無意味だということを自覚したのではないでしょうか。次はこちら。忖度して落下って記事とかで書いてあるけど、落下じゃなく、実弾を撃ち込まれたのよね。これって。カルトと関係を断てと騒いでいるメディアは、中国との関係を断たないと、辻褄が合わない。5発くらいなら5社かもしれない。明らかに日本のメディアは中国に忖度していますよね。次はこちら。新党工作は侵略する準備ですから。工作が進むほど戦争は近づきます。何もしてないのに攻撃してくるわけない、と言い切っていた人いたな。最近では国葬反対でもやってましたっけ。日本の新党工作、すでに恐ろしいことになっているかもしれません。最後はこちら。立憲共産党など、いつも無反応。大概にしろ。こういう時はこぞってだんまりなのが、日本の売国左翼の特徴。Cさんに聞かなきゃ。立憲共産党の皆さん、今こそ抗議の声を上げてください。結論。中国軍が重要軍事演習と称して弾道ミサイルを9発発射。そのうちの5発が日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下しました。これは完全に中国による挑発行為です。こんな現実を突きつけられても、球場信者や立憲共産党は憲法改正を邪魔するつもりですか？ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。